こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は元気にしております。さてさて、ガレージバンドでジャズ、メタル、トランスを作るというこのプロジェクト、現在サビ3、つまりメタルのサビを作っております。ここでですね、最後の楽器、最後に入れる楽器、今まで楽器をいろいろ入れてきましたが、最後の楽器、そして初登場の楽器、クラシッククリーンを入れたいと思います。クリーンギターです。歪んでおりません。はい、色彩感を出すために作ります。で、チャラーンと流すだけにします。はい、それをやります。そのために全く同じ指の押さえ方をするクラシックアコースティックギターをパクります。はい、これをクラシッククリーンの91小節目からこんな風にします。はい、そしてここからこれを、はい、消し、はい、こんな感じですね。はい、これを続けます。大丈夫かこれ。あ、大丈夫じゃない。これ間違ってる。アコースティックギターが94、これ G がシャープになってないといけない。他 C 出してるところは、あ、これか。ここも G がシャープになっていないといけない。はい、クラシックアコースティックギターは G がシャープになってない。はい、次こっちも G がシャープになってない。はい、直しました。はい、直しました。ということは、クラシッククリーンも今のうちに最後のこれを直しておきましょう。はい、でこれも直す。で、はい、じゃあ作業を続行しましょう。エレキギターなんでね、クリーンでも音はでかいんですよ。はい、それをうまく利用してこう流す音を、ただ流す音を出すということですね。ちゃんと伸びるんで、エレキギターなんで、ちゃんとエフェクターとか使ってるんで伸びるんで。
はい、これでギター比べてみましょう。はい、ギター比べてみましょう。左右に分けてるんでね。はい、左右に振ってるんで。ああ、これがずれちゃったか。よし。はい、いきますよー。はい、こんな感じです。じゃあこれで全楽器入ったので、はい、で音量もちょっと調節してみたので、これでちょっと聞いてみましょう。はい、いきます。初お目見え、メタルサビでございます。はい、ドラムがちっちゃいのはもしかして120になってないかな？あ、なってる、なってるか、なってるか、なってるのか、なっててこれか。あー、ドラムがちっちゃいですね。どうしようかな。ちっちゃい。はい、ちっちゃい、ちっちゃい、ちっちゃい。全部下げるか、一回。全部下げよう。しょうがない、しょうがない。これはしょうがない。はい、全部下げます。全部3ずつ下げます。そうですね、しょうがないですね。はい、0。太鼓ドラムは変えなくていいや。ラテンは使ってない。オーケストラキット今マイナス3だからマイナス6。オーケストラキットマイナス6。で、ピックドベースは、ちょっと様子見よう。アップライトベースは3。いやー、ピックドベースも下げなきゃいけないのか。ちょっと後にしよう。これ0。ちょっと待って。マイナス3じゃなかったっけ？だったらマイナス6だ。そうだね。マイナス6。はいはいはい。マイナス6。はい。マイナス6。マイナス6。これはこのままでいいや。ビブラフォンマイナス3、マリンバマイナス9。ん？ちょっと待って、これで合ってんの？ハープも、まあ、3だな。下げるしかないな。ピアノ下げたくないんだよな。ピアノちょっと残しておきます。ボーカル、ここまで来るともう、結構、聞こえにくくなってるので、3で残します。はい。バロックオルガン、マイナス9。ストリングスアンサンブル、マイナス3。バスーンソロ、0。クラリネットソロ、0。オーボエ、0。フルートはこのままでいいか。
ボーカルが変わらないんだから。チューバマイナス6、トロンボーンマイナス6、フレンチホルンマイナス6、トランペット0。はい、これで聞いてみましょう。ちゃんとハードロックドラムが聞こえるかどうか。はい、全然聞こえないですね。まだ下げましょうか。はい、マイナス3。太鼓はいいや、まあラテンはいいや。はい、ちょっとオーケストラキット、あれマイナス9、これもマイナス9、ピックドベースを0にしましょうか。もう0まで下げましょうか。アップライトスタジオベースも0まで下げましょうか。ハードロックギターをマイナス9、ルーツロックもマイナス9、クラシッククリーンもマイナス9、アコギはマイナス9、クラシックアコースティックもマイナス9、琴はそのまま、ビブラフォンがマイナス6、マリンバがマイナス12、ハープは0。ここはピアノも下げなきゃいけないでしょう。もう、しょうがない。はい。ボーカルは0でいきましょう。はい。バロックオルガン、マイナス12。ストリングスアンサンブル、マイナス6。バスーン、マイナス3。クラリネット、マイナス3。オーボエマイナス3、フルート0、チューバマイナス9、トロンボーンマイナス9、フレンチホルンマイナス9、トランペットマイナス3。はい、これで聞いてみましょう。ドラム聞こえるかな、これで。なんとか。ちょっと待って、ドラムのフレーズがおかしいんじゃないの？そうだね、フレーズがおかしい。こうじゃなきゃいけない。はい、はい、まあこれ一個一個いくか。もうしょうがない。けどやっと音が聞こえてきた。これでここまでしてやっと音が聞こえてきた。you
はい、これで聞いてみましょう。もう一回。今度は大丈夫なはずだ。いいんじゃないでしょうか。これでちょっと B サビ2を聞いてみます。サビ2、はい、これでいけると思います。はい、ではサビ3完了です。はい、では、次回はシンセドラムのソロをやりたいと思います。シンセドラムのソロってなんだよって感じがに思う方もいらっしゃると思いますが、一応やってみようと思います。それでは今回の配信は以上となります。また次の配信または別の配信でお会いしましょう。さようなら。